こんにちは、白井光弘でございます。ニャーグレーでございます。金シャチ横丁っていうところに来ました。まあ金シャチっていうぐらいなんでね、金のシャチホコで有名な名古屋城がこっちの方に見えておりますけども、木と木の間からチラッと見えておりますね。まあね、とりあえずこの金シャチ横丁でうまいもんが食えるっていうところでね、ちょいと行ってみたいなぁと思っております。こんなこんなでテレチャンネルおっ始まります。よろしく。はいしゅ今より大事なものが、さんでちょいと一杯引っ掛けたいと思います。なんか面白く飲めるらしい。けこれがいい。10セット10セットで10セットでお願いします。はい、そしておつまみが、簡単なままでよろしければこういった200円でセットできまして、ああ、はい、名古屋の漬物の漏れ口漬けのスライスがあったり、はい、チーズがあったり、はい、じゃあそれをとりあえず少しいただきましょう。はい、はい、お酒がやってまいりました。はい、なんかね、3つお酒を試飲試飲ってわけじゃないんだけど飲み比べができるって言って、で私はなんかその中でもなんかいろんなこうなんかセットがあるんですけど、龍ってやつを頼みました、うん、で、こっちから、太鼓判っていう龍ってやつ、純米キッチンで純米酒の2個で特別純米の、何だったっけ、生育児育児いやな、生に道にいで育児っていう、私ちょっと知らなかったです。でも原田修造さんはちょっと聞いたことあるんですけどね、はい、ということで、まずはこの順番からいくとやっぱりこの純米酒の方から行ってみたいなと思ってます。はい、いただきます。うん、うん、ちょっと辛めでうまいですね、うん、ちょっとあれだな、ちょっと淡麗ですね、はい、うまいです。 60% ぐらいかな、はい、うまいと思います。それから育児特別純米いただきます。あ、こっちの方がちょっと日本酒日本酒してますね。うまいですね。はい、特別純米だけどちょっとなんか普通の純米っぽいところもありますね。うまいです。これ 55% ぐらいですかね多分。そして純米吟醸いただきます。ちょっと甘めになってると思うんですけど、ね、うん、あ、そんなに甘くないですねこれは。うまい。でも 55%50% ぐらいですね。はい、うまいです。でもね、どれがいいかって言ったらね、僕はやっぱりこのうん、どれもうまいな。後味良かったのこれかな、うん、これうまいと思います。はい、ほんでなんかこのおつまみセットとこれいただきましたけども、チーズとキャラブキと、これがなんか名古屋の漬物なんですか。これは森口漬け、森口漬け、森口漬けだそうです。まあこれ何をつけてるんですか。大根。そうです、森口大根。森口大根っていうのがあるんですね。なるほど、
うまい。これ森口大根にチーズを、うん、これはこういう、ほら60%、めちゃね、足りでしょ。あれ言ってんの。こうなってくると原始のこの純米大吟醸ちょっと行ってみたいなと思いますけど、ドリーム夢ドリーム、はい、ということでね、さっきご紹介した山崎城夢ドリーム、はい、このお酒ちょっといただきました。ちょっと飲んでみたいと思います。うん、美味しい。あ、これね、最後飲み終わった後の香りがすごい甘い香りが残って、これもうまいです。すごい。実はうちの家っていうのはドリームっていう、まあ喫茶店とか飲み屋をやってたことがありまして、今もないんですけどもね。だから僕はね、ドリームのみっちゃんって呼ばれてたこともあるんですよ、はい。なんか近所の人にはドリームのみっちゃんっていう感じだった時もあって、だからドリームっていうのはね、僕すごい響きにちょっと弱いっていうか、なんか心に思うことがあって、夢ドリームドリームってお酒これ欲しいね、ちょっと買って帰ろうかな。そう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 。で、今ちょうど名古屋町のところなんだけど、この名古屋町のところの横っちょに実は能楽堂っていうのがありまして、なんかすごい綺麗な能楽堂なのよ。なんか聞いたところによると、まあ物理の話になりますけれども、50億ぐらいかけて作ったという、いや本当素敵な能楽堂だったんですけど、そこでね、実は対談をしましてですね、クジラ先生、横井さんという方と対談をしてますね、なかなか楽しい話をちょっとさせてもらったんで。こんにちは、よろしくお願いします。はじめまして、俳優の白井水でございます。よろしくお願いします。私のテルチャンネルの方では、その前編はちょっと流さないんですけども、そのクジラ先生横井さんの方の、YouTube の方では前編流しておりますので、なかなか味のあるお話がしてあるので、もしよかったらそっちの方もね、多分今ガーッと流れてるんじゃないかと思いますし、概要欄の方にも、貼り付けておきますので、よかったらそっちに飛んでいただけたらなと思っております。ちょっといい話してますよ、面白かった、で多分これから名古屋の方に私もちょこ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 来ることがあると思いますので、てるちゃんのご覧の、愛知県民の皆さん、名古屋の方にも、たまに来ることがありますので、見かけたら声をかけていただけたらなと思います。で何しろね、そのクジラ先生横井さんの YouTube の方よく見てください。この太鼓判龍っていうさっきお酒を飲んだんですけども、純米吟醸、それをなんかこう凍結してあるやつがある。ちょっと多分いただきます。おお、一瞬勘違いするね、ちょっと酒だっていうこと分かんない。これ美味しいっすね。勘違いしますね、これちょっと脳が勘違いしてます。なんかこういうのシャリっていうの、お酒っていうのはあんまりないんで、なんかアイスクリームとかそういうのを食べてる感覚でいくと最後にお酒がパーンとくるから、うまい。これ勘違いして酔っ払っちゃうな。お父さん役って大体見てます。
ナビタビーさんですね。はい、そうなんです。亡くなられちゃったけど、そうなんです。すごい印象的ですよね。はい、はい、そうです。はい、よく知ってました。ゆうちゃんとか今、はい、拝見するようです。ああ、そうです。はい、でも、本当に雰囲気やったら、そうです。ありがとうございます。いや、もう本当にこの名古屋までありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。これからちょくちょく名古屋に来ることがあると思います。そうですか。はい。どうもすみません、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、ということでね、日本酒のなんか、美味しいのを飲ませていただいて、ちょっとおつまみもさせていただいて、なんかあの、ビブアップのファンの方で、まあ特に私のファンというわけじゃないですけど、どうもトールさんのファンだったらしいです、昔のね。なかなか、喜んでもらえたんで、逆にそっちも良かったかななんて思ってますけども。今じゃちょっとなんかあの酒飲んで勢いついちゃったら腹減っちゃったんだよね。あ、そうですか。はい、なんかちょっとこのうまいものあるんで、はい、いいとこあるんでぜひ。ああ、じゃあとりあえず飯でも食いに行きましょう。よろしく、哀愁。今じゃ、はい、サラダも味噌だった。え、そうなんですか。味噌だれがかかってるんですか。初めてだな、すごい。大丈夫。うん、ことなんだ。まあまあまあ、うん、いいんじゃないですか。うん、言ってるんですか、ケイさん。何？いや、そのエプロンは何なんですか。エプロンだから、これは、はい、ヤバトンのエプロンです。あ、そうなの。このキャラクターの、はいはいはい、豚さんの、はい、あ、首が俺なんだろ。そういうことですか。こういうことなんです。はいはい、なるほど。だから、こういう状態です。着きました。エビフリア、エビフリア来たよ。これはじゃあどうやって食べるんですか。これか。あ、そうですね。あとこのナイフとフォークで。ナイフとフォークで食べるの。まあ、そのままガブっていてもでもいいですけど。いいの。尻尾から、はい。尻尾から。尻尾つかんで。尻尾から。尻尾食うみてえじゃん。いただきます。うまい、うまいよね。うまい。俺はこのこっちのタイプなんですね。これこうやってやってで、まあ、かけちゃうと何でもかんでももう味噌になっちゃうからかけないです。でまずこれをちょっと端っこのこの油ぎっしりなところからいっちゃいますか。これ、はい、ちょっと待ってください。これたっぷりつけていいじゃん。ですうまっ。すいません、お待たせしました。うまい、合うね。味噌カツにビール合うね。こんなになんかそう食べたことないわけじゃないんだけど、すっかり忘れてたんだ。そんなに甘ったるくないんだ。なんか昔食べた時なんかもっと甘ったるかったようなイメージがあったんだけど、うまっ。これうまいね。じゃじゃん。あ、来ました。雑穀米うまいでしょこれ。じゃあこっちの普通のやついってみる。味コース、うん、これはこれでうまい、やっぱり。さすがに味噌汁は白味噌っつうか合わせ味噌なのかな。
すめでした。まあペロッと食っちゃうね。はい。うまかったね。うん、まああえて俺が名古屋に来た時にヤバトンさん行った方がいいよなっていうことはあえて言わないですけど、改めてうまい。まあそう思います。はい。いやー、うまかったね。あ、日本酒の店とヤバトンさんと両方ともうまかったです、ね。まあ、まだ日は明るいんでちょいと名古屋城のあたりをブラッとしたいなと思っております。はい、まあそんなこんなで今日のテルチャンネルこれにて終了でございます。また次回のテルチャンネルでお会いいたしましょう。よろしく。哀愁。動画面白かった。